ストローブスはイングランド出身のロックバンド、ブルーグラスバンドとしてスタートし、1970年代にはトラッドやバロック音楽などを融合したプログレッシブロックにシフト。その後はエレクトリックギターを導入し、AOR 路線にも転化するなど、時代に合わせたフォークロックの枠にとらわれないスタイルを展開した。活動は50年以上に及ぶ。1964年、 デイブ・カズンズ、トニー・フーパーラを中心に、トリオ編成のブルーグラスバンド、ストロベリーヒル・ボーイズを結成。1967年、バンド名をストローブス。これは、デビューアルバムとなるはずだったが、レーベルとの契約が流れをくらいりとなる。1968年、本国に進出してきた、北米のレーベル、エアンド、エムレコードと、英国出身グループとして初契約を締結。 翌1969年にセルフタイトルのファーストアルバムストローブスファーストでデビュー。ジョン・ポール・ジョーンズやニッキー・ホプキンスらロックミュージシャンが協力しフォークロック路線にシフトしていった。1970年のセカンドアルバムドラゴンフライにキーボーディストリック・ウェイクマンがゲスト参加を経て正式加入。ここからトラッドやバロック音楽などを融合した。 プログレッシブロックを展開する。ライブ録音のサードアルバム、骨董品や、ホースアルバム、魔女の森から、1971年は、初期の重要な作品となった。1972年、ウェイクマンがイエスに移籍した後もバンドは、道路線を継続し、特にデイブ・カズンズの意向で、メロトロンを深く使用するようになっていった。同年発表のフィフスアルバム、 グレーブ・ニュー・ワールドからは、シングル、ニュー・ワールドが生まれたが、その前編で、メロトロンが炸裂している。そして、エレクトリックギターを本格導入するため、シンガーソングライターのデイブ・ランバートを呼び込み、入れ替わりで、名優とニー・フーパーが脱退した。1973年に入ると、バンドのプログレ化はさらに加速。フォーク色から抜け出し、プログレ色が進化した、シックススアルバム、 バースティング・アット・ザ・シームスをリリースイギリスで大ヒットを記録する。シングルカットされたパート・オブ・ザ・ユニオンが全英2位を記録。バンド最高位のヒット作となった。こうしてバンドは順風満帆に軌道に乗ったように思われたが、ロック化を進めるデイブ・カズンズに反発した初期のメンバー、全員が脱退してしまい、カズンズとランバートだけとなる。バンドを立て直すため、 モトルネッサンスのキーボーディストジョン・ホーケンをメロトロンを弾くことを条件に誘い入れ、新生ストローブスがスタートする。新生ストローブスはフォークロックから完全に脱却し、プログレッシブロックを目指すこととなった。これが北米を中心に幅広いファン層に受け入れられ、セブンスアルバム、ヒーローヒロインやエースアルバム、現役といった作品がアメリカでのセールスを伸ばす。 ただし本国イギリスでのランクは、6ス,スアルバム、バースティング・アット・ザ・シームス以降、急速に加工し元に戻ることはなかった。エースアルバム、現役のツアー中である1975年に来日。しかし、このツアーを最後に、ジョン・ホーケンが脱退。バンドは、メロトロン主軸路線を急遽変更し、ナインスアルバム、ノーマットネスを発表。 カントリーやブルースに影響されたシンプルなロックを目指したが、方向転換はファンに受け入れられず、アルバムは売り上げ低迷し、A&M レーベルから契約を打ち切られる。大手ポリドールレコード参加のレーベル、オイスターに移籍。テンスアルバム、ディープカッツ、1976年イレブンスアルバム、バーニングフォーユー、1977年の2作を発表。再び、 メロトロン主軸の路線を復活させた。また、曲調は当時流行していた AOR 系サウンドに接近するシングルカットを意識した曲が増え、モダンなポップスタイルとプログレッシブロックが共存する状態となった。しかし、この頃からパンク、ニューウェーブのポップカルチャーが台頭して、既存の音楽が収束に向かった時代であり、アルバムセールスの難しい時期が続いた。 1977年、大手レーベル、アリスタレコードに移り、トゥエルフスアルバム、デッドラインズをリリース。出世アルバムからドラムを担当していたロット・クームズが、脱退。プログレッシブロックの影響は、薄れ、シングルヒット狙いの曲が多くなったが、このアルバムも、販売不振を喫する。だがバンドは、意欲的に自作のアルバム、ハートブレイク。 ヒルの制作を進め録音も終わっていたが、バンドの中核であるデイブ・ランバートがカズンズと衝突し、脱退。また、アリスタレコードからも契約を解消されてしまい、作品は、お蔵入りとなる。迎えた1980年、今度は、バンドリーダーのデイブ・カズンズが脱退してしまい、ストローブスは解散した。リック・ウェイクマン2012年その後カズンズは、 創設メンバーとニー・フーパーと再び組んで仕事を再開する。1983年、ライブイベントや旧ユージック・ウェイクマン主催のテレビ番組に招待され、カズンズラ元メンバーが客演。これを契機にバンドは再始動を果たす。アルバム制作も再開し、1987年に10年ぶりの13スアルバム、Don't Say Goodbye をリリース。 その後もコンスタントに作品を発表していく。1993年頃からデビュー25周年ツアーを開催。その後フーパーが脱退し活動を休止するものの、1999年のデビュー30周年には、名優デイ・ブランバートが復帰。2000年代以降は、トニー・フェルナンデス、チャス・クロンク、ジョン・ホーケンなど、9メンバーが合流するようになる。2001年、 バンドの専属レーベル、ウィッチウッドを設立。原点のアコースティックトリオ編成に回帰したスタイルのプロジェクト、アコースティックストローブスを並行して開始し、同ユニットの初アルバム、バロックロールを発表。2004年、初期メンバーらが合流。そこから、さらに発展し、評価の高いセブンスアルバム、ヒーローヒロインのメンバーが集結。アルバム、をリリースし、 大規模なツアーを行う。2008年、アルバム、ザ・ブロークン・ハーテッド・ブライドを制作。ジョン・ホーケがアシストメンバーとなり、アルバム収録後に、再び合体。これをもって、ヒーローヒロインのラインナップは終演した。2009年、デビュー40周年アルバム、ダンシング・ツーザ・デビルズ・ビートをリリース。同年にオリバー・ウェイクマン、2012年から、 アダム・ウェイクマンが加入するなど、旧友リック・ウェイクマンの子息たちが参加。また、40周年記念のライブには、ウェイクマンシニア本人もゲスト参加した。2011年、かつての名版、ヒーローヒロインをセルフリメイクしたアルバム、ヒーローヒロインイン・ニアセアを発表。2014年、ストロベリーヒル・ボーイズから数えてのバンド結成50周年にあたる。 再編集アルバムプログナスティックをリリース。2017年8年ぶりのオリジナルアルバムフェリーマンズカースを発表。2020年6月時点。ありがとうございます。